かいねこれ。こんなんよくあったよね。私の場合はインスタント焼きそばにこうやってね自分なりの具を混ぜることにして、でこっちがお湯ですね。でこれ焼きそば、まあ、こんな感じで混ぜていきますね。美味しい美味しい。はい、できました。美味しそうでしょ。だからカップ焼きそばはこうやってね、なんか料理と思ってやりたいですね、私はね。じゃあいただきます。